市議イコ電鉄は、現在の近畿日本鉄道イコ線と、京阪電気鉄道型の線を建設した、鉄道事業者である。市議イコ電気鉄道として、鉄道線と工作線に廃止された、近鉄等新規工作線となるを建設し、関西本線、大阪電気軌道奈良線の沿線から市議山、 長超孫小寺への参経客を運ぶことを目論んで1919 19年9月17日に創立され、1922年に鉄道線の一部区間と工作線を開業させた。その後、市議駒電機鉄道は資金調達がはかどらず、経営難に陥ったため、1925年11月5日に当時30県にあった電力会社である。 三重合同電気の参加で新会社市議井駒電鉄を創立し、市議井駒電気鉄道は全財産を市議井駒電鉄に譲として解散した。この新体制の下で1926年に井駒大事間を全通させている。さらに、京都方面より市議山への参詣客を運ぶことを目論み、現在の京阪片野線にあたる区間の免許を 習得していたものの資金不足から着工できなかった、生駒電気鉄道を、市議生駒電鉄創立前の1924年7月1日に、買収し、1929年には、記載市平方東口館を開業させ、記載市生駒マ館を後に建設することにしていた。同社では他に、王子五条館や、片野八幡田館などの路線を建設する計画も、立てていた。 だが、昭和強行による乗客の減少と、大阪電気軌道及びその子会社の、市議山電鉄によって、現在の市議線、西市議工作線などが開通し、大阪方面からの市議山山対客が主にこちらを利用するようになったことから苦境に陥り、被災地平方東口間の経営を百三十一年八月一日には、京阪電気鉄道に委託し、自社は、 大阪電気軌道の系列に入って、存続を図ることにした。1939年に、京阪が全額出資する新会社型の電気鉄道を設立し、同年5月1日、被災地平方東口間を同社に譲渡しているに、京阪新急行電鉄へ合併され、1949年に、阪急から京阪が分離したことで、京阪の所有路線となった。 戦後、現在の近鉄田原本線を運営していた、大和鉄道を1961年10月1日に合併するが、その3年後の1964年10月1日に、近鉄に九州合併され、市議駒電鉄の名は消滅した。なお、路線ごとの詳しい遠隔は、各路線記事を参照のこと。平方線では、自社保有車両を使用せず、 京阪から車両を借り入れて使用した。開業当初は100計算量を使用したが、1933年に、京神線の20計算量を改造して900型として充当した。その後、1938年に100型に再度置き換えられている。生駒大時間では1950年代以降、近鉄から200型を借り入れて使用していた。 ABCDEFG 私鉄洋蘭運輸省鉄道監督局監修章は32年度鉄道資料第95巻鉄道資資料保存会1999年8月68ページ私鉄洋蘭運輸省鉄道監督局監修章は32年度鉄道資料第93巻鉄道資資資料保存会1999年2月 59ページ。鉄道免許状過負、官報1919年8月29日、鉄道免許状過負、官報1920年9月28日、地方鉄道運輸開始、官報1922年5月18日、鉄道省鉄道統計資料。対象13年度、鉄道上と、官報1925年10月10日、 地方鉄道運輸開始、官報1926年10月30日、地方鉄道運輸開始、官報1927年1月18日、地方鉄道運輸開始、官報1927年4月11日。鉄道免許上過付、官報1928年7月7日、地方鉄道運輸開始。 漢方1929年7月16日、鉄道企業を廃止。漢方1936年1月25日、鉄道並鉄道不設建場と。漢方1939年3月29日。AB は、久田康夫、鉄道ファンのための私鉄市研究資料電気車研究会。2014年142から143ページ。AB 実際は、 大正9年の強行により、工場が閉鎖されたためその設備を使用して、自社で製作した。吉川文夫、シギ駒電鉄開業時の車両101型を探る、鉄道ピクトリアルナン、no. バー7272003年1月、臨時増刊号、226ページ、山崎博士、シギ電鉄で、配置系の障害関西の鉄道ナンバー33、 1996年、88から89ページ、竹内隆造、天根塚中良、杉井駒電鉄、鉄道ピクトリアルナン、no. バー951959年10月号、45から46ページ、野村忠志吉川博、近畿日本鉄道、鉄道ピクトリアルナン、no. バー2261969年7月号、 74ページ1321世、死ぎいこま伝説、鉄道の軽趣味ナン、no. バー791955年3月号、125ページ。ありがとうございます。